勝負は一度限り。ただし、アーツや道具の使用も認める。なるほど。確かにこれはいい気晴らしになりそうですね。エレボニアに名高き、ヴァンダールの無人相手では勝てる気がしませんが。遠慮は無用だ。それでは対位、全力で参る。我が前例をもって無双の一撃をなす。
これは驚いた。大尉がこれほどの腕とは。ご冗談を。少佐は確かに手を抜いておられた。いや、俺にもそれほど余裕はなかった。これは次にまみえる時が楽しみだ。精進させていただきます。大尉、あなたは守るべき人を守れなかったと言った。それで何を失ったのか。少佐、物の価値はそれを失った時を想像してみるのが一番手っ取り早い。理屈ではない、本当の姿が見えてくるものだ。今自分がいなくなった世界を想像してみるがいい。そしてその上でどうしても気がかりなことが残っているのなら、大尉、それがあなたの心を決めるものだ。気がかりなこと。殿下。いや、少佐、かたじけない。あなたのおかげで迷いが晴れました。この教え、胸に刻んでおくこととします。ただの受け売りだ。俺もあれの相手に疲れた時にはよくおじ上と剣を交えてうさを晴らしていた身だからな。そろそろ俺も国に帰るとするか。どうにもあのお調子者が心配なのでな。そうですか。王子にもよろしくお伝えください。心得た。クローディア殿下にもご健勝のようにと。